段畑のところに人参が植わってるとえ、ちょっと待って、今タイガさんが叫んだ。なんでどっから弓打たれた今。タイミング一緒かよ。え、なんでどっからだ。これ村人に投げればいいんだよね。そうそう、拾わせればいいです。何のダメージだ今。あ、絶対もう動揺すぎたじゃないか。拾ってるのかよくわかんないけど、自分の方に帰ってこなければ拾ってることになってる。でパンを4つずつ渡したつもりだけど、これ前田さん、これ金、金、あ、本当だ、うなれ俺の子にちょっとうなったに前田さんが興奮で強くなってる気になってるのが面白い。暗いね。あれなんだ、なんだ、あそこにある白いの何、白いの、え、白じゃない、水、水か、もっと近づかないと分かりませんよ、ね、そうだよね。いやー、これ上の湧き潰し行く、ちょっと私行きます、いってらっしゃい。ここはそんなに、あ、なんだ、別にあれ光か、びくちゃん、びくちゃん、やだ、ジーノさん、もうやだ、視界、視界の後ろが出てこない。いい、いいじゃないですか。上にラピスラズリー。それに聞い取られたらさ、今さ、ジーノさんがふって出てくるから。めっちゃビビった、今。普通に歩いただけですからね。後ろから行きますよ、ハイタカさんって言ってくださいよ。いや、別に追いつくぐらいで、そんな声かける必要ないでしょ。司書台ってのはどこにしようか、司書台、司書台さ、転職する、ああ、あれは今いる司書のために一つ必要なんで、ああ、また作んなきゃいけない、そうそう、一人に対して一個作って。前田さん、なんか来るわ。え、なんか来るって何。あ、雲か、慌てて、びっくりした、慌てて持ち物くるくる変えてるの。くるくる変えるんだからやめて。弓矢があるんじゃないんですか。弓矢の存在をすっかり忘れてましたね。弓矢っていう存在あったわ。でも来ないね。ほらい、ナイス、はい、高モズが進捗狙いを定めてを達成しました。イエーイ、初めての狙撃弓。ハーフブロックと本棚、本棚使うんだ、結構な、ね、本がいるし紙がいるしっていう流れ、本棚作ってはないよね。あ、スケさん来た、はい、ね、気がする。私はタンクになりましょう。助けて。あ、こういうのって確か壁を作ってやれば灰高さんが撃たれたわ。これか、ほらい、ナイス、はいはい、とりあえず1個は欲しいか。一度引いた弓を元に戻す方法、くるくるする、なるほど。ちょっと待って、ドンビか、うーん、なんか当たってる、これほい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 、うん、え、撃たれたよ、来てるね、来てますね、上からですね。ちょっと距離あるな。土持ってくればよかった。え、上から？うん。全然見えないんですけど。暗くて見えません。あ、下に降りてきてる。ああ、はいはい。
ゾンビ、いて。これか。痛い。ゾンビ。はいはい。よいしょ。つけた。よいしょ。あ、バントナイス。まだまだスケルトンが遠くにいるけど。そう、ちょっと寝たいなと思ってる。うん。あー、寝ます？じゃあ。寝ます？うん。ちょっと陸に着いたら寝たいな。はいはい。あ、寝れそう？寝れるかどうかちょっとチャレンジ。うん、頼む。あ、私ベッド持ってきてないや。あ、別だ。早く寝て。はい。はい、サンキュー。はいはい、ナイス。さん、ここの赤いレッドストーンだと思われるんですが、取りますか？インベントリに余裕があるんだったら取っといて、まあ、今31持ってるから全然、うん、取るよ。ついでにあのこの辺のちょっと余った感じのやつ持てるんだったら持っていただきたいかな。なぜか矢が手に入ってる。そんなに吸えるかな。吸えないね。はいはい。じゃあジンノさんレール持ってるでしょ。持ってる。じゃあこれあげる。レールと砂利を持ってます。あと糸、インソーガン、フェンス。うん、新装ガン、新ストーガン。今2スタックの57あるけど、じゃああまり変わりないですね。このままでいきますか。腐肉は持ってない。レッドストーンなんか落ちてましたよ。レッドストーン64、ワンスタックになっちゃった。ああ、じゃあ残りは私拾いましょうか。いや、レッドストーンは私拾いますよ。じゃあ、ブンルさんがコメントって全員に見えてるのって。見えてる。トラは見えてるかな。見てない人もいる。ない。え、コウモリは攻撃してくる。よっぽどなんか悪いことしたら襲ってくることがあるのかもしれませんね。でも近くに来るだけでこれ来ないか。攻撃された記憶はないですね。じゃあそしたら、あ、生まれた。おうおう。ここも広いな。こいつをどうすればいい。ね、走行装置のそばにスイッチあるでしょう。うん、押してください。ポチッとな。ポチッとな。したよ。なんか起きました。蓋が開いた。そうですね、あのその蓋の下に、ディスペンサーがあると思うんですよ。うん、ディスペンサーの中にトロッコを入れてからスイッチを押します。つまりはトロッコ。トロッコが必要。どこからトロッコ入れる。ディスペンサーの中に入れる。ああ、これね。あやなかさん、そのちょっと後ろ、ああ、うん、いや、なんでもないです。行き止まりだった。波にトロッコはないわけね。トロッコはないはず。びっくりした、チンさん。またそろそろ覚えてほしいですね、私の顔を。で鉄鉱石わざわざ掘るでもなくないですか。あるから取っちゃうでしょ。いや、まあ、まあいいですけど、インベントリいっぱいなのに取るんだと思って。確かに確かに。あ、でも持ってるから大丈夫で。そしたらディスペンサーの中にいっぱい入れといて。はい、
トロッコ出てきてどうなの。あ、そうか、まだ子供か。大人になるまで待ってください。すいません。あ、そういうこと。ええ、大人になったらそのトロッコに乗って出てきます。ね、びっくりした。落ちた。これ上に乗ってる。はい、高さん、ここちょっと広すぎ問題ですよ。うん、だいぶ広すぎ問題だよ。右にも左にもかなり広いし、なんならエンダーマンいるし。そう、エンダーマン。いった。エンダーマン見ないように下向いたらゾンビに。ちょっと待った。こいや。ウィッチも いましたよ、さっき。え、嘘でしょ。ウィッチはやだな。これはどうする。ちょっと一旦ここ一旦帰りません。一旦帰りますか。ちょっと2人では荷が重い気がします。うん、ここ広い気がする。うん、これってこっち側じゃなくて村人が何人もいっぱい出てきたりする。反対側行く。1人生まれたら1人、うん、クールダウンあるんじゃない。あると思うよ、多分。うん、牛とかと一緒じゃない。そう、でも食べ物をたくさん持たせておけばその分はいつかは増えるんじゃないかなって。うん、じゃあ追加で24個ずつパンを渡すか。うん、仲良く食べあげめよう。間違えた。どこっちから来てて。こっちはまだ入ったな。そうだそうだ。ここもぐる。あ、ここから来てて。そうそう、ジノさんに生き埋めにされたところでしょ。いやいや、そんな人聞きの悪いこと言わないでいただきたい。ここのぐるっと回ってるやつはもう他には。え、これ通じてないの。本当通じてないの。これ通じてない。全部行き止まりなのかなと思って、このぐるぐる回ってるところはだと思った。うん、ここは行き止まり。うん、あー、なるほどね。そうそうそう、はいはい、ここは行き止まり。オッケー、じゃあここも閉じちゃうか。止まった。でで、でよでよ。ということは、今度こっち？ええ。暗いね。暗いんですよ。気づきになりました？そしてここね、穴が結構あるんですよ。あ、はいはい。この穴はと埋めるか。この穴何？炭鉱。この穴でもさ、そこあるよね。あ、うん、いや、横道ありそうだね。炭鉱の一部じゃないですかこれ。なるほど、埋める。まあ、一旦ここは塞いじゃいましょう。うん、まあ、なるほど。手が届かない。今ならいっぱいあるからね。まさかのハーフブロック。今ハートでしたな。じゃあ凝ってる。凝ってる。凝ってる。怒りマーク。あ、ハートは出た。ん？今ねなんかね、凝ってた。うん、ハートマークだな今。あの。あ、ちょっと待って、ハイタカさん、前に結構な数の、結構な数の。やばいやばいやばい、あれはやばい。いい感じじゃん。え、米倉さん、そこの施設、あのベッドがあると思うんですけど、何台あります？3つ。ああ、3つか。じゃあ、OK か。今、ハートマークがいっぱい。はいはい。じゃあ、すぐ生まれるはずなんですけど。ハートマークに混じって怒りマークも出てた。チェンダーマン。怒りマーク。たまに喧嘩するみたいな。夫婦喧嘩。誰かがそこのベッド占領してるかもしれないな。
もう2つぐらい そこに並べてベッド置いてみてください。誰よその女。並べてベッド、うん、ベッドの側面に合わせてベッド置こうとすると空中でもベッド置けるから。これ行きたくないな。行きたくないな。とりあえず手持ちのエンダーマンがいるのが嫌なんだよな。そう、前田さん弓で1匹釣ってくださいよ。これ壊して設置じゃダメだ。暗くて見えないけど。壊して設置とはベッド。あー、うん、大丈夫かな。まあいいや、壊さない。今日まあハートマークはいっぱい。ハートマークは遠すぎて届かんな。あ、落ちてきた。あ、はい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 。高さが足りないのかな。ベッドの数が多ければ多いほど生まれるみたいなのもある、うん、そうですね。今そこに3台のベッドがあって、で住民が2人いるから3人目を繁殖させようという動きになるんですね、うん、でも今もう1人は生まれちゃってるから、うん、であ寝る準備してほしい。今無理じゃないいや、ま、だ全然離れればなんとかいけるんじゃない多分。羊毛じゃいっぱいもらって私一回切断します。はい、うん、まだだな。オッケー、寝た。あー、ダメだ。でそこの施設、生まれたやつが下に落ちると、うん、あの近くに住民はいないというふうに判定されるはずなんですね、うん、なんでもう我々2人しかいないよみたいな勘違いをして、まで3人目をまだ作るっていう仕組みになってるはずなんですけど、うん、じゃあネクラさん寝てあげて。寝てる寝てる。サンキュー。オッケー、マスター。はい、いや手持ちのやつをさ、ベッド置き直した方がいいのかな。じゃあベッドがうまく機能してないと、とりあえずベッドを多めに置いとけばいいんだよ、ね、3つのベッドのうちのいくつかをなんか他の住民に奪われてるっていうことになってるかもしんない。こっちか。そうだよね。雲。エンダーマン。エンダーマンおやん。いない。来た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 。めっちゃいっぱい連れてるじゃん。あ、待った待った、クリーパーいる、クリーパーいる、クリーパーいる。ちゃんとダッシュで逃げますよ。じゃあ、あ、爆発した。巻き込まった。ナイス。いた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 。相高さんが死にそうになっている。いや、まだいける、まだいける。おい、はい、やりきった。うん、今のうちに松明を置こう。設置じゃ、ん、これなんかとつながってる。うん、あのね、空間広いよね。あ、ラピスラズリだ。広いね。そして広いよね。またゾンビの声がする。こっちもあるんですか。こっちもあるんですよ。いた。う？はい。バカする。え？にゃ。危な、待って。ああ。一旦ちょっと。一旦落ち着こう。オッケーオッケー。一旦満腹にならないと回復しないや。ゾンビの声。ゾンビの声がするな。初回。うん。お前生意気にも鉄拳持ってたな今。相田さん追われてますよ。同じことをずっとやるって大変だ。痛い。まだ、あ、村人ゾンビだ。
も直しようがないんでね。ちょっとあっちの湧き潰ししないと一生来るな。あ、ラピスラズリ。あ、長さんここにいら。ラピスラズリ。ラピスラズリが。爆発さんした？うん。あ、でもまだまだある。本当だ。雲の声したな。雲はね結構いるね。よし。こいつ何？食料ついてないのは何？職業ついてないのは書台置いたら、そうそうそう、置いたら OK。 あー、ここに新入社員ナイス。前田さん、ここから上に行けそうなんですけどもう上も下も行けますよ。ちょっと荷物もあれですし、レッドストーンだけ回収して1回帰りませんか。一回帰りますか。うん、良い取引だ。レッドストーンを見ると、うん、網24枚でエメラルド船だ。はい、チーノさん、はい、ね、あ、はい、レッドストーン他にどっかもあるか。この調子でじゃんじゃん刺繍を集めようエメラルド4個ゲットした。持ってるな。いいね。でも4個じゃ買えない。うん、20個だからね。前田さん、ここにもレッドストーン、レッドストーンもいいか。いや、売ってるもんは。ジノさん、ゾンビの声する。いた。モズが掘ってるでしょうが。なんで、ゾンビの声するの分かってて、なんで私に振るの。気をつけてほしい、自分でも。ゾンビの声より、レッドストーン優先で。ストーンなんてあんまり使い道ないから。まあ、回路ね。回路は。持てるもんはすべてもらう。言ってもあり余ると思うけど。あ、あれ、高さん、上にラピスラズリ。上？ここ。あ、欲しいですね。欲しいね。ラピスラズリもちょっと欲しいですね。ラピスラズリは欲しいですよ。エンチャントで使いますからね。ここ何？ジノさん、ここ何？え、何？ここ何って。ああ、え、いや、でも、あるよ。あそこのラピスラズリ、ちょっと取りづれえな。ちょっとね。あ、はい、高橋さん、そういう時のために私がいいものを用意しておるんですよ。砂利？砂？土あるわ。ああ。考え方がもう前時代的。なんということ。あ、地下。いや、いける、これで。よし。カンニューレ。降りてた。はいはい。はいはい。よし。あれ。はい。あ、打った。よし。ここも広すぎてちょっと。なんですね。水出ないかなって思ってるけど、あ、もう向こう無理。これは無理だな。広すぎ問題です、これは。ダメです。なんでうちの下にこんな広い区間なのね。まあまあ、これ醍醐味ですから、マインクラフトの。まあ確かに。空間ほんと広すぎよね。なんとか11個はゲットした。うん、まだ11個。続々と溜まってきてます。まあでも逆に言ったらこれだけで11個も取れるってすごいけどね。まあいろんあとは農家にしてじゃがいもと。あ、3人目生まれてるじゃん。いいじゃん。おめでとうございます。おめでとうございます。あ、ちゃんと3つ子でございます。ちゃんと機能したんですね。よかったよかった。ベッドの数をもっと増やしたらもっと生まれるの。いや、それはない。声が聞こえる。それはない。ない。インターバルの問題になってくるから。うん。トラどうした。
何やらかした？持ってきてない。骨はハイタカさんが今持ってるはず。骨？ん？骨？あ、骨犬がいた。あ、骨はね、いやでもあのめちゃめちゃ多分遠いところだから、これないと思う。この場で現地でつけると思ったのしなんて思って。金じゃなかった。え、いや楽しい。ないね。なんでこんな離島に。普通の森に出るんだな。え、でワンワンいたの？普通に多くの森にいた。どういうの？マジ？場所変わった？あーでもなんかこれか、はい、ハイタクさん、ハイタクさんのあれがあるか。いや、はいはい、パッと見ないかな。でも犬の種類増えたんですよね。あ、そう、黒いのとね、なんか白っぽいのいたね。これ何？あれ俺の。このバージョンでも増えてる。あ、これダイヤ？色が違った。あ、まあ、え、ちょっとな、結構出るじゃん。ポクリポット入れてるから幸運だ、幸運。え、めっちゃ出す、めっちゃ出すじゃないですか。ダイヤ9。そんな、まあまあ1個ずつ増えてるかな。まあ幸運1ですからね。まあそうなんですよね。先にもう司書で幸運さん出してからの方が良かったりするかもしれませんな。まあここまで掘るんだったらね、良かったのかも。雷？だいぶだね。うん、お天気あれあれだね。ああ。帰るって言ったらだいたい寄り道してるけど、どうする？もう荷物松明なった。じゃあ帰りましょう。帰り道は、帰り道はこっちって何？いや、何壊れた。あ、やば。え、開いた。そっち？多分この松明を右手に行けば。あ、なるほど。そうだった。あ、死ぬかも。これ降りたね。死ぬの？うん。ケイノさん、そっちじゃない？あれ、そっちだっけ？松明を右によ。そっだっけ？大事なもんは何も持ってない。あー、そっか。いろいろ持ってた。いろいろ持ってたの。うん。ここか。え、どこだ？こっち。いやー、まずい。こっちじゃないね。ここ塞いでも。了解了解。え、ここ塞いでいいんですか？ここ行き止まり、行き止まりか。行き止まり。了解了解。どこかわかんないしな。もう毎回ここさ、早く曲がっちゃうんだけど。登ったり降りたりするから。これどこ？ああ、はいはいはい、了解了解。さっきの広間に直通ルートが欲しいかな。確かに。そうだ、村人施設のそばには飛来針を置いとかないと。あー、なるほど。こんな天気の日は村人に落ちる可能性がある。うん、寝てるよ。あ、寝た方がいい？ん？ん？寝た方がいい？寝なくていい？いいんじゃない？よろしい。トラも帰ってきたしな。うん。嵐だけど。嵐だけど。嵐だけど。石炭を見かけなくなったのね。おかげでどっちで作れない。ちょっと深すぎるから出にくくなったのかもしれませんね。ああ、そっか。確かに。だいぶ深いとこまで行ったもんな。
一人大人になってるね。ラピスラズリのワンスタックと32。いいね。ダイヤモンド染めます。ダイヤが止まってきたら、うん、危機一髪って何トロッコ出たけど、うん、乗ってくれないよ。あれのボタンを押してトロッコ出て、うん、あれトロッコ詰まってんな。え、な、な、あー、ヒラシン使ったからか、危機一髪。あー、なるほど。あー、どれだろう。これ、作り方間違えたかな。え、さっきは出ました。何が？トロッコに乗って村人をさっきは出せました。いや、これ初めてよ。だから大人になってないから。どこか今大人になったから初挑戦。なるほどね。なんかこれ設計ミスだな。もう一個向こうか、これ。ちょっと作り変えますのでお待ちください。壊れた。すごいね。すごいね。うちの屋根がまた穴開いちゃう。まだ石になってないの屋根。これはかなり問題では。めっちゃ面白かったな。で、梅倉さんってここ の家が雨漏りしてんのって。雨漏りなんてあるはずないの。って3箇所も落ちてたね。ね。あんな完璧な米倉ハウスがまさかの雨漏りしてるなんて。あ、リフォームするいいきっかけだよ。確かに。前向きじゃない。あ、やべ。これもしかして。あ、ファントム来てんな。来てますな。うん。今シャーって来た。ないとまずい。ねえ、マスクだね。寝れる？すぐ。はい。寝た。もう少々お待ちを。あと20秒。秒。寝た？あと10秒。はい。10秒から2秒ぐらい。マインクラフトでの時間だからこんな感じ。なるほど。てかあそこの村人のそのこれか、ここのやつにいっぱい入ってるのベッド。あ、そうだったんですよ。子供脱走してるよ。捕まえろ。あー、そっか、小さいから出ちゃうんだあいつ。なるほど、なるほど。お前ら師匠になるか。前も魔法少女になるか。これ囲っとかないとまずいかな。ベッド置けば夜になったら戻ってくるから、まあって感じ。だいぶあんのかさ、その変なところにさ紐付けられても困んない。別に大丈夫。まあ、ハイタガさんとかタイガさんのベッドが占領されると思います。おい。あ、まあそれならいい。あれならいいか。あ、まあ、いたね今。うん、それぐらいはしょうがない。それぐらいは追い出すけどさ。最悪殴って今回も倒し。あ、落ちた落ちた。トリは落ちた。ちょっとお前小さい。止まってる。小さい。トラップタワー。トラップタワー何？矢が欲しいって。あ、いっぱいあるよ。6スタックぐらいあったような気がするけど。トラ骨いる？あ、持ってった。やっぱこうか。うん、あれおかしいな。どう？うん？よし。よし。恐れ入ります。ありがとうございます。子供はトロッコに乗らない。子供もトロッコに乗る。あれ、これどうするんだったっけな。忘れちゃったぞ。そこまで行ってれば、そこでトロッコ出てくれば乗りそうなんだけど。こうじゃん、こうじゃん。
トロッコちゃん。じゃあ、あれ？子供と目があったし、また商人生きてるし。あ、こうか、もしかして。どんだけ商人。あ、出た出た。出たね。すいません、あのポーチの置き場所を間違ってただけでしたね。こんなに商人を殺してる前によう来るね、うん、殺してるからここがひどい村だっていう、いう情報が、あ、なるほど、入ってこないのかと、かわいそうに、うん、これトロッコの答えで答えじゃ師匠になってこない、なーらないかな、あの一旦向こうに連れてってもらいます、ここにいると増えないから、これどう押せばいい、うん、ここのレール繋いじゃってよかったんですよね、レール持ってるから繋ぐか、よいしょ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 、オッケーオッケー、んで、あ、そうか、全然繋いでないか、だいぶ足りないね、繋いでいきますわ、じゃあレコードがめっちゃ出てる、レールで、ここにスペースを作ればいいと、これをちょっとこれ仮置きでやってるんで、まああれなんですけど、この辺は後でデザインなんか自由にやってください。入れるときにですね、うん、ここ今2マスでこう出入り口作ってますけど、縦2 で、うん、でここの時にトラップドアを上につけるんですね、うん、こうすると自分は通れるけど村人は通れないらしいんですよ、でこの状態ベッドも置く、あ、でベッドなんですけどもうちょっと奥行きが必要 で縦も必要で、これぐらいいったかな、でなおかつベッドを置くときに枕が枕がこっち向きじゃないとダメっていう、あ、そんな細かいのいやこれでご要望ありすぎじゃない？いや、枕を置く側にするとなんか届かなくて眠れないとかいう村人がいるとかいないとかいう話、北枕は北枕で NG ですって、北南は関係ないんですけどねなんかいってらっしゃい、ベッドでガキが跳ねとるんだがさっきの脱出逃げた脱走したやつ、それはもう教育せねばいかんな、これでトロッコ取っちゃっていいですよ、うん、ならレール剥がしちゃって、親は一体何をしてるんだ、で師匠台を置いて、うん、そうするとこの師匠、うん、師匠台に触れると、あ、いいね、またエメラル、でもね、多分なんせ本を揃えた方がいいっすよ、先に、まあでもとりあえずさ、エメラルド欲しいじゃん、遊ぶんだな、まあ、エメラルドは他の職業でもいけるから、司書には本を優先した方がいい気がしますね、だからじゃあこれまたあれ、司書台を壊したらもう一回いけるとか、そうそうそう、よし、農場を作るかな、じゃあアンデッド特攻さ、クソが
いずれ必要になるかもよ。いやいや、出すなら5でしょう。コピーと、いや、ダメだね。幸運さんかな。でかね。あ、天井足りないのでは？いるか買えねえ。どんだけだっけ、5マス必要で高さ5のさらに3必要なんだっけかな。あいつもう一生出てこれんかな、アルパカ。束縛の呪いって何何でしたっけ。まあ開示だからあんまりよくはない、うん、まあ、呪いっていうぐらいですから、デバフなやつ。切れてるよね、もう。助けてあげたいアルパカ。助けるって。ここに落ちてる、ね、助けたところ貯水槽に、助けたところで自分のところに連れて帰ってがんじがらめにするんじゃないんですか、うん、足から腐っていくよ。なんかそんな拷問があるみたいな話を聞いたことがありますけど、巨体触ってくれないんだけど、もう一個前のマスに置いてもいいですよ。え、でも壊し、あ、いや、取引しすればいい。シルクタッチ、シルクタッチ何円。17の本1本高いですな。シルクタッチのピッケル1本あったよ、すで、うん、シルクタッチ、まあ、シルクタッチはわざわざエンチャント本でやろうとじゃないか、うん、安ければいいんですけど、一桁ならエンチャント代でも出ますからね、うん、まだ貴重だからね。でも一応レベル上がったらまた増えたりもするもん、ね、あ、 あんまり期待はできないかな。範囲ダメージする、あ、牢獄じゃん。その言い方、まあ、ちょっと何にも土作りだからそう見えるかもしれませんけど、高速想定一致だって、うん、あれ弓やクロスボウじゃないですかね。やがった。寝てる時の方がやりやすいんですよね。なるほどね。あ、そうだ。玩具だから小さいやつ。落下耐性4。ああ。11個だって。わ、思い出した。悪くないと思う。ね。11個は高くない。51個は高い。虫か。目の前にあるクレバスに落ちたタイガトラ。あ、寝てんね。激流に、激流って。あ、育ったね、その子供、大人になった。あ、ちょっとここに誘導するか。激流、なんだっけ、激流はなんだっけ。激流はあれだ、トライデントのやつ。射撃ダメージ増加5。いいね。30の1。ポン。まあまあ使用キープ。あ、間違った、間違った、間違った。というかこれで失礼。まだ取引しなければじゃないじゃん。あ、でもそのなんかよくわかんないタイミングで品揃え変わったりすることもあるとかないとかいう話。まあ、すごい格安って感じじゃないから。そうだね。いや、あ
れか、取引しないと固定化できないから、うん、とりあえずエメラルドを何個か持ってる状態にしとかないとまずいのか。あー、そっか、そうですね、言われれば。シルクタッチ18個と本1個。シルクタッチは1桁かな、狙うなら。今寝れる？ちょっと無理。寝れない。2人のベッド今あの住民移動に使ってるんでちょっとお待ちください。あれ、米倉さん、その白のベッドをちょっとここに置いてもらえます？これ？こっち向き？そうそうそう。ジャンプしながら足元に。どうもです。これもう一個奥行きあるんじゃない？あ、そうでしたっけ。あ、本当だ、うん、じゃあちょっとそれお願いします。